皆さんこんにちは、レッドウィングジャパンマーケティングマネージャーの阿部です。プロダクトメンテナンスマネージャーの太田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ヒロさん、めちゃくちゃガチガチな感じがすごく伝わって、はい、僕めちゃくちゃなんか逆に緊張するんで。マジっすか。はい、ちょっとしっかりお願いしますね。頑張ります。はい、よろしくお願いします。実は本当僕自身のことであれなんですけど、レッドウィングジャパンに正式に社員になって、これ1本目なんですよ、僕。あ、確かに。この動画が今までいっぱいやってますけど、その正式な社員としては。そうなんです。初の、はい、1本目なので、はい、しっかりやらせていただきたいんで、今日はよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。はい、で今日、お話しさせていただくのが、アウトオブファッションについてお話しさせていただきたいなというふうに思っております。もともと僕が本当にレッドウィングのお仕事を、させてもらって、本当に最初の頃から実はもう動いていて、とは、まあ、高崎群馬に撮影に行ったりとか、本当すごく寒い時から。最初の撮影っていつぐらいに始まったんでしたっけ。あれは年明けとかでしたかね。そのぐらいから実は今公開されているのをずっと準備していて、まあでもそのまでになんかいろいろそういったサイバーテロだったりとか、うん、はい、なんかそういった本当にいろんなことがあって、コロナもそうですし、まあ、公開がちょっと本当に予定通りいかなかったのもあったんですけども、やっと皆様にこういった形でお見せすることができました。そのアウトオブファッションの、ジャパンバージョン、はい、はい、で、3名の、方それぞれに、今回出演いただいて、どの方も実はレッドウィングにはすごくゆかりのある方で、なんかそのあたりを今日この動画で改めてご紹介させていただきたいなというふうに思っております。ぜひ。その中にはジュローさんもすごく本当にゆかりのある方もいらっしゃいますよね。そうですよね。はい、それもあって今日ジローさんが出てくださっております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。で、早速一人目の、アウトオブファッションに出ていただいた方なんですけども、はい、よくうちのレッドウィングジャパンの名物キャラクターじゃないですか、なんていうんですかね、YouTuber 的な、YouTuber 的な、もうもはや、はい、もう有名人になっている、はい、リテールマネージャーの川口、がですね、通っている、美容師さん、もともと東京の青山で、うん、美容師さんをされていた方なんですよね。はい、でその方が今群馬高崎で、美容室を、経営されていて、そこのまたなんていうんですかね、建物の雰囲気、はい、ビジュアル見たと思うんですけど。いや、もう見ました。初めて見た時、はい、ちょっとびっくりして。いや本当に、はい、僕は実際行きましたけど。そうですよね、僕は写真だけで、はい、もう築100年以上ですよね、確かの建物で、はい、うん、実際にもうなんていうんでしょう、言い方がちょっと合ってるかあれなんですけど、うんうん、古き良き日本のというか、はい、本当に日本家屋というか、はい、はい、もうレッドウィングの変わらないものとすごくこうなんかリンクするような、実際そういった雰囲気で美容室をこうやられてる静香さん、はい、はい、がまず1人目という形で出ていただいて、アメリカでも本当に大好評で、はい、普段のインスタグラムの、これジローさん知ってるか分かんないですけど、はい、いいね数とかよくあるじゃないですか、いいねの数、はい、とんでもなく、それはもうグローバルの、グローバルな、日本だけでなくって、そうです、もうそのぐらい、はい、やっぱりこう世界から見ても、はい、なんか引き込まれるような要素がすごく写真から伝わる部分があって、うんうんうん、でそこで、まあ、レッドウィングですよね。確かに、はい、うん、実際に本当に履いていただいてて、でまた空間が本当に素敵なんですけど、一脚なんですよね、その美容室の空間が。 そこがやっぱりオーナーさんのこだわり、はい、でもうたくさんのお客さんをこう、美容師さんって忙しい中でいろいろ時間もあってとかっていうのがあると思うんですけども、はい、いわゆる分業、はい、あるじゃないですか。それがまあ一般的なスタイルですよね、うん、その空間とレッドウィングがすごく合っていて、本当写真の何でしょう、小上がりというか、はいはい、畳のところですよね、はい、畳のあそこの、はい、感じすごくマッチブーツと、はい、
日本家屋の雰囲気がすごい、はい、やっぱ僕もあのシーンが一番好きで、建物と、はい、静香さんと、うん、そのまあレッドウィングでちょっとこう混ぜるのもあれなんですけども、はい、サービスがすごくリンクしてて、いやそれはすごい僕は感じますね、はい、まあ、そこにあの今回アウトオブファッションという企画で、はい、まあ、ご一緒させていただけて、僕もあのそこの空間に貸していただいたことが、うん、まあ結構もう何らかの1年近くなっちゃうのかなと思うんですけども、なります、ね、すごく鮮明にやっぱ覚えてますね、はい、うん、続いてあの白川さんのお話になるんですけども、はい、白川さんはもう有名人というか、うん、実はテレビにも、あ、はい、そ出られてたりとか、はい、それ言っちゃっていいんですか。いいんですよね、はい、いいみたいです。あ、はい、まあ、あの月曜から夜更かしのテレビにもこう出演されていた方で、うん、もう、キックボクシングの、はい、ジローさんお会いしたことってありましたっけ。僕はもう何度も今回のやはり記事の時のインタビューも僕が直接させていただいたんで、はいはいはい、そっか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 、はい、もうすごい気さくな方で、うん、何よりめちゃくちゃかっこいいですよね。かっこいいです、はい、すごいかっこいいです。その白川さんがその僕もその撮影の時に初めてお会いした時にレッドウィングのその靴ひも、はい、こう結ぶ行為がなんか億劫だったじゃないですけど、そうですね、なんかこう、はい、なんて言うんでしょう、まあ大変っていうか、うんうん、まあ、ちょっと避けがちだったみたいなんですけど、はい、実際にこうレッドウィングをこう履いた時に自分のそのフィッティング縛りこう締め上げる感じの過程がすごくいいっていう風にこう言ってくださって、はい、で白川さんがすごくこう、まあ、面白いのが、うん、ジョガーパンツとレッドウィングっていうハッシュタグですごくレッドウィング上げてくださってるんですよ。独特の組み合わせですよね、はい、もう白川さんの、はい、なんかちょっとこうスポーツ×レッドウィングって、はい、なんかちょっとこうアメカジミックスみたいなスタイリングがすごく白川さん似合っていて、うん、で、まあ、そのスタイリングの中にそのスポーツって言ったらやっぱりこうなんでしょう、こう動きやすさとか、そうですね、スニーカーとか、はい、なんかそういう部分を求めると思うんですけども、うん、白川さんそこでこうレッドウィング合わせてくださっていて、うん、まあ、白川さん自身がかっこいいっていうのもあるんですけど、確かにそれはそのスタイリングがすごくかっこよかったなって思った第一印象がすごく鮮明に残ってますね、うん、で、まあ、その、まあ、白川さん実はレッドウィングジャパンの代表の小林も通っているっていうところで、あの縁があって今回本当にアウトオブファッションの企画に出ていただいたんですけども、うん、まあ、そもそもやっぱこうアウトオブファッションって、うん、まあ、言っている通りちょっとこうファッションファッションじゃなくて本当にこういろんなところで、まあ、違う角度からレッドウィングを、うん、まあ、見ていただきたいっていう部分 の、 あの要素もあるので、まさになんかそういうスポーツな要素の白川さんが出ていただけたっていう部分はまた違った普段僕らができないアプローチができたんじゃないかなっていうふうに、はい、ちょっと違った一面からレッドウィングを、はい、うん、思ってます。まあ、白川さんによってはこれからあの公開されるので、ぜひこれもまたアメリカからの反響がすごそうですよね。確かに、はいはい、続いては、もうこれ僕がお話しするよりも次郎さんがお話しした方が、はい、そうですね、はい、奥山さんなんですけども、はい、はいはい、そうですね、僕のターンですね。そうそうそう、はい、そうです、あの奥山さんと柳沢さんもあのグローバルでも公開されて、あの日本 の、 あのレッドウィングジャパンヘリテージの方でも公開されて、皆さんもご存知だとは思うんですけれども、安倍さんも一緒に、もちろんです、あの一緒に行かせていただいて、僕その時本当初めましてだったんですけども、はい、すごく気さくな方で、うん、ただめちゃくちゃかっこよかったです。雰囲気ありますよね、やっぱり、はい、やっぱりすごいこだわりのある方で、あのそれこそ本当に日本でこの、まあ、レッドウィングをはじめとするワークブーツっていうものをこうリペアするっていうこと自体がなかった時代にこう切り開いたというか、そのもう先駆者、そうですね、はい、ですよね。今年20周年を迎えるんですけども、うん、やはりそのブーツ修理の走りというところで、ジローさんはそんな奥山さんとはもう指定関係というか、そうですね、あのまあ期間もあるんですけども、一応その僕も奥山さんの下であの働かせていただいたことがありまして、まあそのご縁もあって、で奥山さんのところで働かせていただいた時に、その皆さんもご存知のその柳沢さん、奥山さんのところで修行された柳沢さんとも当時一緒に
働いたっていう経験もありまして、まあ、そこのご縁もあって今回このような。そうですね、はい、まあ、そうですね、二郎さんが逆にあのレッドウィングのお仕事してなかったら逆に奥山さん今回アウト・オブ・ファッション出てくださってないかもしれないんで、まあ、そうかもしれないですね。そうですよね、はいはい、ただ僕は本当そこの縁をなんかつなげたというか、自分で言いましたね、自分で言っちゃったなんかわかんないですけどそこに関われた、その言い方ちょっとあれかもしれないですけど、はい、関われたのは本当にすごい嬉しくて、うん、あのそのずっと僕も修理業界あのその 一職人としてずっといたんですけども、やはりこう転職して今こうやってレッドウィングの社員としてリペアの部門を担当させてもらって、うん、でそこで そこの目線からその修理職人っていう生き方っていうのにあのフォーカスしてご紹介できたっていうのはかなり、うん、でそれを僕はこのレッドウィングでできたっていうのがすごい嬉しくて。そうですよね、はい、まあ、二郎さんからしたらもう本当にこう自分の師匠が、はい、このレッドウィングの企画にこう出てるってすごいこう感慨深いっていうか、いや本当にもうなんかすごい込み上げてくる思いが、いやめちゃめちゃ初めはこう、はい、断られたらどうしようってすごい、はい、この話を持ちかけた時にすごい、はい、あの、うん、心配というかあの不安があったんですけども、すごい快く快諾していただいて、いやあの撮影を僕も本当に多分ずっと忘れないと思う。あ本当ですか、うん、でやっぱ二郎さんやっぱその、まあ、奥山さんのもとにいた、はい、そのクオリティ、まあ、教わったとか、はい、まあ、学んできたクオリティが、うん、まあ、実際今あの自分の仕事にこう生きてるわけじゃないですか。そうですね、やっぱりそこの影響はやっぱ圧倒的にありますよね。ありますね、うん、やはり、まあ、こうちょっと今用意したんですけども、はい、こういう修理に使うパーツ、はい、まあ、これは一応そのレッドウィングの工場で、まあ、実際にこうレッドウィングの木型、はいはいはい、あのこれは8番ラスト、これは23番ラスト、まあ、これはレッドウィングの全て純正のものなんですけども、はいはいはい、やっぱこの奥山さんのすごいところっていうのはこの一修理屋なのにこれ全てを独自にあのその例えばレッドウィングのレッドウィングの純正に限りなく近いものを全部集めてやってるんですよ。はい、伺いました。でもそれ本当に、はい、そこって一修理屋さんでブランドごとに再現するためにこの釘一本にまでこだわるっていうところのやはり働き方っていうところに僕もやっぱりこう憧れというか、うん、あのすごいあの感じるところがあって、ね、やっぱりそこで働かせてもらったっていうのはすごいありますね。やっぱその、まあ、二郎さんのそのまあリペアのクオリティで多分きっとそこの過程があったから今のおすすめの、うん、アンレッドウィングジャパンの公式で受けている修理とかもあると思うんですけども、はい、ありますね。なんかこう一足のブーツを本当にこうレッドウィングってこう長く履けるじゃないですか、はい、二郎さん的に、まあ、その奥山さんとかで学んだもの一番活かせて、はい、なんかやっぱ多いなっていう修理ってどういう修理が多いんですか？そうですね、やっぱりあの奥山さんのところで僕が学んだのっていうのはやっぱりその初めに修理業界に入った時ってやっぱりこうカスタム何かを変える純正から形を変えるっていうものにすごい興味があったんですね。その修理屋っていうのはこういわゆるカスタム屋みたいな僕はすごいイメージがあったんですよ、はいはいはい、その方こう形を変えてなんかかっこいいみたいなっていうイメージがあったんですけど、奥山さんのとこで働いて一番あのそこが変わったきっかけがどれだけ純正に近いことを純正に近づけられるかっていうところの修理っていうのも一番念頭に置いてて、はいはいはい、なんかそこがこうなんて言うんでしょう、あの衝撃、あのほつれちゃったこう糸がとか、うん、ソールがとか、そうです、ソールが減ったら僕だったら、うんうん、じゃあ違うソールに変えてみようとか、はい、っていうイメージだったんですけども、できる限り近い純正に近いものあれば純正と同じものっていうのをおすすめするのが奥山さん のスタイルだったので、うん、あ戻しあそういう方向性っていうところで、はいはいはい、なんかそれがもうすごいハマっちゃって、なんかっていうところだとやっぱレッドウィングジャパンで今一番多い修理でもありますし、あの個人的にもすごいおすすめしているのがやっぱりアウトソール交換、はい、あのまあ、何度も僕は紹介してるんですけれども、うんうんうん、この減ってしまったソールをミッドソールをそのままこのミッドソールをそのまま生かして
アウトソールだけ交換して、うん、もうそうすると何が一番いいかっていうと、この上から見た感じ、やはり人ってみんなこう靴ってこう上から見るじゃないですか。そうですね、自分は見ますね、はい、で上から見た感じがほとんど変わらないですよ。やっぱりアウトソール交換っていうのは、ここのアウトステッチの糸を縫い直さないでそのままソールも変えられるので、はい、そこのやはりこう限りなく純正、うんうんうん、でここでいう純正っていうのは履き込んだその個人個人のオリジナルっていうか、はい、新品に戻すわけではなく、自分のスタイルの例えば汚れてるのもあれば、こうやってあの磨いて綺麗に履いてる方もいらっしゃるんで、はい、そこのスタイルを変えずに減ったソールだけをオリジナルの新品に近い状態に変えるっていう修理っていうのが、やっぱりあの個人的には一番こう、うん、あのレッドウィングを本当に何でしょう、一番楽しむ、オリジナルを楽しむっていう点ではあのいいかなっていうのはすごい思いますね。それにまさに今の時代性にすごくこうマッチしてるっていうか、確かに一つのものを、そうですね、先ほどのあの静香さんの話じゃないですけど、はい、やっぱりそういうなんだこう一つのものを長くとか修理して、はいはい、すごくこのアウトオブファッションの内容と、うん、僕奥山さんのところ、うん、また静香さんも白川さんもそうですけども、はい、本当に今回出ていただいた3名の方すごくマッチしてるなと思っていて、いや本当そうですね、うん、だ僕とりあえずちょっとアウトソールしますそれまでガンガン入ってください、まあ、この3つのストーリーあのお話しさせていただいたんですけども、なんかこの動画をあの見ていただいて改めて、そうですね、ぜひ、はい、あのインスタグラムもそうですし、はい、オンラインページでもね、そうなんですよ、見ていただけるんですね。レッドウィングのホームページで、あのインスタグラムでは書ききれなかったというか、あの詳細まであのフルストーリーを書いてますので、ぜひご覧になってほしいです。はい、あの公式オンラインページであの見ていただけますので、はい、さらにあれですよね、滝次郎さん、そうです、僕がちょっと説明したようなレッドウィングジャパン公式のリペアも概要欄の方からあのリンク貼ってますので、そこであのさっき言ったアウトソールですとか、今やはり皆さんこの盛り上がってるベックマンのハーフソール交換ですとか、より詳しくお値段と納期等を詳しく書いてますので、そこからご覧になって分からないことはお問い合わせいただければ対応いたしますので、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、でまあ、あと、最後になんですけども、はい、今言った、公式オンラインページだったりとか、はい、まあ、そのインスタグラムに、まあ、すごくあの、まあ、つながる LINE、 レッドウィングジャパンの公式 LINE アカウントが、できました。ですごくあの直接リペアだったりとか、はい、新商品だったりとか、オンラインページにもすぐ飛べるあの LINE になってますので、ぜひ、友達登録よろしくお願いいたします。お願いします。はい、今日は最後までご覧いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。